どうもタブヤンです。今回は単発実況パイロットウィングス64プレイしてみたいと思います。現在ハンググライダーに乗っております。初見プレイです。このリングを、うまく通って、おっとアナログスティックであそこに着地すればいい。説明書というかね、デモは見ました。さあここでブレーキをかけて着地成功。どうだ、評価は84点。リングを、全部取って、着地精度はなかなかだけど、着地に衝撃があったということで100点満点は取れなかったということですね。点数制なんだよね。90点でゴールドバッジ。はーい、なんとか1面目クリアできました。パイロットウィングス64、3つのゲームがあるみたいですね。シルバーバッジゲットおめでとう、ありがとう。84ポイント、はいはいはい。2つ目のゲームいきましょうか。ロケットベルト、なんだそりゃ。パイロットがね、このゲーム選べるみたいですけど、まあ基本なのかな。ラーク組んでいきたいと思います。初心者なんでね。ブロンズバッジまであと70点。でね、さっきのハンググライダーもね、この回転を見る操作の説明とか見てプレイしたんですよね。あ、また変わってる。ハンググライダーと違って A ボタンが強噴射、 B ボタン弱噴射で、 Z ボタンがブレーキね。おーい、回転、バルーン、どういう意味だろうね。マップを見る、現在位置、ランドポイント、ほうほうほう。ヒント、スタート時は真上に上昇してから動くようにしましょう。危ない時は Z ボタンで急停止できます。 R ボタンなどで視点を切り替える。うわー、もうややこしすぎる。ちょっとデモ見ますね。皆さんも一緒に見てください。何これ、すげえ面白そうじゃん。あ、左上にコントローラーの操作があるんですね。 A ボタンで、で Z で向きを変えて、さらにランドポイントマンの近くまで行ってからの Z で、Z ボタンでブレーキというか、なんというか、ほうほうほう、うまい着地、おお、着地ギリギリに Z ボタン押して、なるほどね。そんなにうまくいくかな。やってみたいと思います。さっきと同じことすればいいでしょ。あ、もう始まってるの。これでガンガン行って、変えて、どこだゴール、あ、こっちか。で、こっちに行っての、なかなか進まないな。ここでこれぐらいでいいのかな。全然降りていかないといかないけど、あ、ちょっと、おお、限定、うそ。あら、まあどうですか、ちょっと着地失敗したね。73点、うわー微妙。どうなった。あ、一応ブロンズバッジはいただいた、やっと。やっぱデモを見た甲斐がありましたね。やったぜ、一発クリア。着地が
うまくいかなかったんでシルバーバッジもらえませんでした。ブロンズバッジでクリア。オッケー、やり込み要素があるんでしょうね。そして3つ目いきましょうか。ジャイロコプター、わーすげえ、これ一人乗りか。さあ例によってマップ操作の説明見ましょうか。出力アップ A ボタン、ダウンってどういうことだろう。出力ダウン、え、 Z ミサイル発射って敵がいるのかどういうことなんだろうね。回転リング、あ、時間制限、なるほど。マップを見る、次の目標、あ、リングがあそこに3つあるのか。現在位置、滑走路、どういうことだろうね、全然わからん。例によってヒント見ましょうか。リングをくぐった後は大回りしてアプローチしましょう。あー、飛行機の着陸みたいなのか。着陸の時は B ボタンで出力を下げて、まあ、ブレーキみたいなもんかな。 A ボタンでアクセル、 B ボタンでブレーキと思ったらいいのかな。下げて速度を落としていた方が安全に着陸できます。とちょっとデモ見させてもらいますね。皆さんも一緒に確認をお願いします。うわー、何これ。あー、離陸から始まるのか。 A ボタンでアナログスティックを触ってないね。あ、ここで触るんだ。上に入れてるね。上で上昇なのか。今まではね、逆だったんだよね。下でボーナスリング、そして左旋回して、この時にプレーアクセルは踏んでない、うん、うわー、もう完全に飛行機だね。で、どこに着陸すればいいんだこれ。お？お？あー、そこか。関係を把握してないといけないな。ここで B ボタンでブレーキか。あ、ずっと B 押してる。あー、ちょっと見過ごしたなどこまで、やってみましょう。これは失敗しそうだな。スタート。 A ボタンで加速して、加速して、あれ、あ、下じゃないかこれ加速すればいいんだろう。クリア、もう一個上、 OK。 あ、でもなんか制御しやすいよ。これで左旋回、思いっきり旋回して、旋回して、で、ここから加速した方がいいのかな。しない方がいいか。ここで着陸体勢、着陸体勢に入って、あー、着陸体勢に全然入ってない。あー、あらまP ボタンもっと早めに押してるかねえ。ちょっともう一回デモ見たいけど、速度を落としながら回ると急旋回ができま、機種を上げ速度を落としながら回ると急旋回ができます。あ、じゃあブレーキ押しながら回ってたのかな。もう一回行こう。もう一回ちょっとデモ見たいけど、まずデモ見る前に自分でやってみよう。もう一回ね。上まだ上がらない。よし、フルスロットルでいいのかな。あんまりスピード出しすぎてもね。危ない。で、おっと、あ、リングミス。え、やり直しだなリングミス。さあスタートして。面白いね。
あ、もう40キロぐらいで上昇していいのか。どれぐらいなんだ。でブレーキをしながら急旋回で戻って戻って戻って OK。 この辺りで減速しすぎると動かないけど、この辺りででもブレーキ踏んどいていいんじゃないの。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 ブレーキどうだっと、ちょっといかんだけど、どうだ、68点はどうだったっけ。70点以上だったっけ。着地衝撃が多いのか。あー、2点足りない。課題は着地ですか。もう一回やろうか。いやでもね、ハンググライダーと他の2種目よりね、操作は格段にもちろんしやすいですね。ただしその分やることが求められる。でそして急ブレーキで曲がってタイムよりもあれかな、これでスピード上げずにいけばいいんじゃないの。勝手に上がっていくね。これ120キロブレーキを押して、すでにもうブレーキを押してます。風に流されるな。今のダメなのか。キューって言ったよね。あれでもちょっと着地失敗なのか。どうだ、どうですか。あタイムがめちゃくちゃ速いんだ。あー、そうなんだね。いや、もっと遅くていいんだね。なんとかでも70点9大点いただきました。やったぜ、初心者マークいただきました。仲間が飛んでいる。ミサイルってあったよね。でもミサイル5つ使うことなかったよな。敵が出てくるのとかあるのかな。あ、そしてビギナークラスを超えると次のクラスに進むことができるんだね。なるほど。まあちょっと私にはハードル高いかもしれないけど、 A クラス行ってみるか。ハンググライダー、あ、ちょっと待って、ハンググライダーよりさ、今やったとこのジャイロコプターやった方が早い、いいんじゃない。先にジャイロコプターやろう、流れで。できるだけたくさんのリングをクリアして滑走路に着陸してください。リングが60点。あ、2分45秒過ぎるとタイム点が減点され始めますと。 OK。 ミサイル発射することあるのかな。でもヒント、あ、でもないんだ。うそ、レーダーをよく見て次のリングへのコースを早めに決めましょう。最初のうちは取り逃したリングを無理して取りに戻らず、まずコースを覚えましょう。あ、なるほど、その覚えるためにデモが見たかったんだけどな。ちょっと待って、リングがここにあって、ほうほうほう、こんなにいっぱいあるの。リング北側のコースだね。とりあえずな、とにかくスタートしてみるか。あ、なんか島を一周する感じでリンクがあるんだね。よし、テイクオフ。あ、うわ、風がきつい、風がきつい、風がきつい。フラフラですよ。どこだ、リングあった。OK。 そして上か、ちょっと上昇狙
いすまして、あ、スピード遅いな。狙いすまして、これ、わー難しいリング落としました。風の、あ、上昇気流みたいなもん吹いてる。リングクリア。そして次は、次のリングはどこだ。あれ、ないねあー、そこにある。あの右上のレーダーの見方がわからんクリア。そして45秒って言ってるね。あんな遠くにあるのか。左回りでこのように、あー、ダメだったちょっと大回りすぎた。おー、あんなとこにリングがある。どれくらいリング取ればいいんだろうね。よし、クリア。これ上上がって、すげえところに、すごい高い。どこに行けばいいんだ、全然分からんぞ。出るのも反対側に行けばいいのかな。2分45秒近づいてきたよ。わかんないんだよね。とりあえず視点移動をやってみよう。視点、あ、これは、なるほど、時期が見えないパターンの。あ、これ何もないの。完全に道に迷いましたよこれ。何これ、洞窟みたいなのある。あ、あったリング、こんなところにリングが。2分45秒だし、ゴール行きたいね。ゴールはどこだゴールはどこだ。え、ゴールって滑走路だよね。滑走路が見当たりませんよ。あ、これか。着陸態勢に入ります。着陸態勢に入ります。エリア外着艦ここじゃないのか。あれ、別のタスクってなんだ。タスク1、タスク2、別のタスク。あ、そういうことか。2タスクにチャレンジっていうことね。うっそー、難しいなこれ。ギブアップまだ A 級ぐらい、このブロン、ビギナークラスでもっと修行積まないといけないんだろうね。じゃあちょっとハンググライダーとロケットベルもやってみたいんで、ハンググライダー行ってみますね。こっちも2タスクにチャレンジ。矢印でこれ選べたんだ。タスク1、石油プラントの煙突から出ている炎を写真に撮ってからランドポイントに着地。こっちはリングをできるだけ多くクリアした後ランドポイントに着地。あー、サンプルフォト。あー、この炎の写真を撮ってこいと。操作の説明、写真は Z ね。はいはい、ヒント、写真はどれだけ中心にしかも大きく写っているかで点数が決まりますと。拝見、写真が60点だって。それはすごい。マップを見る、現在地で写真、炎があってランドポイント。あ、すごい広いけどすぐそこだね。なるほど、よし行こう。写真ね、中心ね。ちょっとは6枚撮れるのか。
ね、ちょ試しに1枚撮っといた方がいいかもな。どこだこれ、視点移動。あ、こっち、これいいね。え、こっちこっちこっち。あ、ちょ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 、揺れすぎた。これでポット OK、 ポット OK。 危ない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 。そして視点変えて、これどうやって着地するんだったっけ、忘れたぞ。A ボタンだったっけ、 A ボタンで、あー、はみ出た。エリア外着地、ハンググライダーのコツ。あ、フォト22点だって。写真見てみようか。あ、歪んでるんだね。なるほど。もう一回やってみよう。あ、リプレイじゃない、リトライ。写真を撮るって言ってもな、カメラマンじゃないしな私。写真か。中心で撮る。しかも動かない方がいいんだよね。アナログスティックだけの操作だよね。ちょちょちょ、 OK っていう意味は OK じゃないんだよね。あ、もう取ってしまった。あとは着地。エリア外だ。あー難しい。あ、ポット点数良くなったね。これで着地すればクリアじゃん。よし、もう一回行こう。ここは頑張りたい。着地すればいいんだ。写真はあの程度の。目指せブロンド。ブレーキ押すタイミング、ブレーキが遅いね。右に向いておいた方がいいよな。ぐらいで、あ、ちょっと押しすぎか。よし、これで右に旋回して、50キロぐらいにした方がいいんだよね。どうだ、着地成功。どうだ、フォトの点数どうだ。20点着地成功。諦めましょう。難しいね、やっぱ A クラス。最後にロケットベルトやってみたいと思います。ちょっと違う人でもやってみようか、どうせならね。細長い人、このグースさんでやってみます。はい、こっちも2タスク。9個のリングをクリアした後、ランドポイントに着地。うわー、9個フローティングパッドに順番に着地した後、ランドポイントに着地してください。すべてのパッドに着地していないとタイムが0点になります。着地するかリングを9つか、全ての着地ポイントどこにあるんだ。1、2、これか。着地ポイントは2つだけ、あ、3つだな。あ、リング9つより着地ポイントの方が楽なんじゃないねえ。現在次の目標、ここ。あ、そうなの。
ちゃんとこう。どこにあるのゴール、次の目標どこなの、そこ自体がわからんの。え、あ、これもうガソリンないわマジか、どこだよ。え、押しすぎなのかこれ。なんか進んでそうです、進んでなさそうで。そうか、燃料があるからこれ難しいね。ここか、全然違うじゃん参ったあ、これは無理そうだ。これは、え、別のタスク、こっちやってみようか。この9個のリングね。あ、ここにある。OK、見えてる。あんまりガソリン使いすぎない方がいいよ。あ、たたたたた。バランスが難しい。ああ、バランスが難しいよ。後ろ向きに、あれー、あーれー後ろ後ろ後ろ、あれー、これでいったでしょ。よし、こういったぞ。下にあったよね。あれれれれ、こっちか、逆か。ちょっと見えづらい。あ、視点変えた方がいいのか。あ、戻れ戻れ、こっちだな。戻れ、行ったかこれ。あれ、もう一個行ってない。あ、逆だ、逆逆。おほほ、難しい。行ったかこれ。よっしゃ、行った。次どこだ、見当たらない。次のリング、あった、3つもあった。あー、限定。この辺りで調整して一気にいっちゃえ。あー、1個逃したか。あ、限定1個逃した。いけいけ。あ、着地する前じゃないよどうだ、よし、いった。次はどこだ、どこ？全然見えないんだけど。だいぶ遠くかな。周りを見渡して。ないね。反対側か。行こうか、反対側に。相当ガソリンかかるけど。タイムはだいぶ減るけど。今6つぐらい取ったよね。まずはリングを探すことから始まるな、これ。あ、リングあった。これ B ボタンで軽いやつで調整して。来ないよ。嘘、これ動いてる？もしかして動いてるよね。あいてー。ダメでした。なるほどね。
パイロットウィングス64いかがだったでしょうか。向いてないな。なんかね、エアレース2018っていうのがテレビでやってましてね、なんだろう、すごいアクロバティックな飛行機レースなんですけど、世界のね、楽しかったので自分もできるかなと勘違いしました。いやー、面白かったな。ということで、タイトル画面を見ながらリセットお別れしたいと思います。パイロットウィングス64。いやー、やっぱ微妙なこのアナログスティックの操作するね、運転技術とかないですね。雰囲気だけ楽しめました。以上、任天堂さんの1996年の、任天堂64ソフト、パイロットウィングス64でした。それではまたね。やっぱ空を飛びたくなったら、私の場合スカイキッドかな。スカイキッドならね、飛ぶ自信あるんですけどね。ということで、懲りずにまた空を飛ぶゲーム、機会があればプレイしたいと思います。それではまた、さよなら。